はい、じゃあ今日の話しましょう。点01を通る直線と y イコール x の2乗で囲まれる面積 s の最小値を求めなさい。y イコール x の2乗は点01っていうと1やね。1通る直線やん。そんな直線いっぱいあるのかな。いっぱいあるんだけども、そんな直線と二次関数で囲まれた部分の面積を S とした時の面積 S の最小値を求めなさい。まあ、なんか直感でなんとなくわかりますが、囲まれた部分がこの傾きによってどんどん面積変化を起こしていきますよね。なので、その中でどうやら多分最小があるんだろうな。もう一個直感的に思うのが、最大なのか最小なのかどっちかわからへんけど、例えばこう真横になった時、これ何だろう、飛び込むの最大か最小、最大か最小かどっちか知らんで、知らんけど、大体最大最小って言ったら対称性絡んでますよね。大体ね。だからなんかこれっぽいような気もするんだけど、まあどうしようかな。戦略を考えるんですが、まあ手は一つかなと思います。例えば01を通る直線なわけですから、直線の方程式自分で作れますよね。置いてやれますよね。直線の方程式置いて交点求める作業をして、インテグラルのこっちからこっちまでってやって、そしたら直線の傾き自分で何か置いてるはずですから、その文字でこの M なら M、 傾き M なら M で囲まれた部分の面積 S を M で表せんじゃない。表したものの最小値求めたらいいんだ、まあ、そんなざっくりした感覚でいいんだなと思います。ってことで一番初めにすることは直線の傾きを置いてやることかな。まあ、それがスタートでいいんじゃないかと思います。y1 イコール m カッコ x マイナス0ですね。と表せるはずな。従って、y イコール mx かす1ですね。まあ、これが直線になるので、ね、m で表す。そうすると、あとは、まあ、作業的な感じで、囲まれた部分の s を出すために何をしますか、うん、そうやな、座標を求めたいなと思うから、連立やな。はい、y イコール x の2乗と mx たす1の連立方程式作ったらいいなと分かります。ところが、まあ m が入ってんだから想像はついてたと思いますが、これ解の公式で求めない限りめちゃめちゃ汚い式になってますよね。汚い状態の解と戦わないといけないときは何しますか。そうやな、ここを積極的にこう置いてやれるかどうかっていうのはとても大事な判断ですね。解が汚い時っていうのはそのまま突っ込んだらあかん。置くねん。置いたらセットで必ず。そうですね。解と係数の関係やな。アルファタスベータ。こいつが M ですね。もう一個、アルファベータがマイナス1やな。っていうのをキープした状態でやればいいじゃない。解がアルファベータって分かったので、式作れそうですね。インテグラルアルファがベータ、はい、ですね。ってことで、こっからは積分そのままいけばええねんけども、ここでは直接そのまま積分するんじゃないと思います。一回やってみようか。そのまま積分やったら2分の 1mx の2分の x マイナス3分の 1x と3と、はいはいはい、アルファベータですね。という式ですね。ここからしていくことは、これ意識せなあかんわけでしょ、うん、だから整理していくことだな。整理していくことなんねんけども、まあ手は見たら分かるか。2分の 1m 次メーター1あるか、次そうですね、まあ、こういう作業をするからね、うん、で、はい、まあ普通にやったらこんな感じになりますね。いけんことは なさそうやけど、例えばベータ2乗マイナスアルファの2乗とか、こいつら全部これ対称式で表せますね。表せますか。ベータ引くアルファとベータ足すアルファに分かれたんやったら、まあ、こいつはもうそのまま M しか対象ですね。こっちかみたいなやつどうやって出すの。
はい、そうやね、今度2乗を求めて、マイナス4、はい、そうですね、2乗計算やって、例えば10って分かったんやったら、ルートつけたらいいなとかっていう感覚でいいですね。まあ、そういう形で処理をしていけばいいかなって思うんですけど、実はあのこう言ってほしくない問題なんですよ。なんか気づかなあかんかって、こうやってもいけるけどこれ大変ですね。違うで、ここで気づかなあかん。6分の1公式に気づかなあかんかった。なぜ？だってこれの解ってこうじゃないんです。いや、あの、多分、まあ、何回もやってるから気づいてるやついっぱいおるから、あれやけど、普通、理性の授業をさらっと引いて、6分の1公式1回さらっと並んで終わっていくような流れの中で気づくやつってあんまおらんと思う。でも、こんだけ練習してねえから、ちょっと頑張って気づこう。ね。さあ、ってことで、今回はこういう流れにしてほしい。マイナスインテグラルアルファベータの x マイナスアルファ、x マイナスベータの dx って形に因数分解できる。なんで？え、だってこの方程式の解アルファベータって置いたんじゃないの？置いたってことはこれが x 引くアルファ、x 引くベータって因数分解できたから解がアルファベータっていうふうに考えるはずなんですね。はい。ってことでここからは6分の1公式使いますね。公式はマイナス6分の1ですから、マイナスとマイナスちゃんと打ち消しますね。よって6分の1括弧ベータマイナスアルファの3乗って出るわけです。これがなんで革命かわかりますか？これがなんで革命かわかりますか？だってベータ引くアルファってベータ引くアルファの2乗で計算するんですよね。これやったら計算できるわけや、対称式だよな。だよね。それさっき確認しましたね。これでやるんだ。その都合上ここだけやと思うんです。これこの問題の大事だと思う。ここはこの1回の授業の経験値で俺の授業をちゃんと参加して聞いてるやつなら次発想できると思うんだけど、発想というか覚えてると思うんだけど、ここが詰まるところだと思うんで語気強めて言いますね。こう変形するんです。これがずるいとこや。普通の凡人じゃ思いつかない、ちょっとステップ上なの。だって確かにこれ指数法則で3乗に元に戻るね。だけど誰もこれをこうしようと思わないんです。はい、多分テスト前に問題集やってて回答を見て初めてここそこで経験すると思うんですが、今先に経験しておこう。3乗の形を2乗の2分の3乗ってなる。理由、こいつが対称式で表せるから。はい、したがって6分の1の重括弧のアルファプラスベータの2乗マイナス4アルファベータですね。ですよね。この中身っていうのはこう直せるのがミソやな。ミソです。従ってばっかり言ってますが、だから、はい、だから6分の1、はい、で M の2乗プラス4かなの2分の3乗ですね、っていうふうに直せます。え、先生これでどうやって最上値出すんですか？これもたった1回の経験で何とかなると思うから見といてね。これ2分の3乗って 1.5 乗してるんだけど、こんな形になっててさ、この中には1から10の数字が入りますってなったら、この値一番大きくしたかったら何入れたらいいか分からへんか。何選んだら一番ちっちゃくなりますかって分かりますよね。直感的に分かるよね。だって 1.5 乗やもんですね。ってことはこの形の中の今回の最小値を探してるってなれば、必然的にこれらの頭は2次関数の最小値、こいつを探してあげれば 1.5 乗したってどうせ最小やろっていう感覚で立ち回れるんじゃないのってことですね。1回の経験でなんとかなると思う。今日この体験だけでいいと思います。多分次から自分でできる。はい、従ってくださいよって M イコール0のこと最小値ですね。4の2分の3乗ですね。2の2乗やから2乗を約分して2の3乗やから8やから3分の4ということになります。N イコール0の時に最小値になるんだなということが分かってきているかな。じゃあ演習問題に取ります。
はい、じゃああと1分ぐらいで切り替えます。はい、では行きます。ウエト206で交わる2次関数と X 軸によって囲まれた部分の面積があると、こいつが囲まれた部分の面積 S を Y イコール MX、 これ作図してみようと思ったら作図できますよね。 Y イコール MX、 Y イコール MX、 あ、原点通り、それは気づいておきたい。つまり Y イコール MX という直線がこの囲まれた部分の面積を2等分するっていうわけです。さあ、M は何でしょうか。こんなのかな、そんな大層な話じゃないね。だからこう考えるから、ここの面積イコールここで進んでいく。まあ、それありやね。ありやけど、ちょっと俺は嫌やなって思うと思うんですけど、それは何かというと、この面積イコールこの面積やけど、こっちの面積どうやって出すの。うわぁ、いやいや、めんどくせえなって俺はちょっとダメです。なんでか。上の関数引く下の関数ってやるときに、ここでちょうど上下上の関数分かれますよ。ってことは、こっからここは三角形の面積やから、縦かける横かける2分の1で求めていく。一方こっちからは上の関数引く下の関数やって頑張って積分やって求める。でそれ足したものですね。足したものとこっちからこっちからの面積簡単や。なんで簡単なの。だって囲まれた部分やから積分区間が0からここまで、これって6分の1使えるなって思ってるから簡単やって言ってるの分かりますか。その能力に対してこっちからだるいな、なんかええ発想ないかな。06のやつって何、この全体の面積、全体の面積イコールこれと MX 直線とここの2倍の2倍、これが一番だけと思う。なんでだってもう一回言うよ、こっからここは6分の1公式使えるやつ、もう一個こっからここも6分の1公式使える、つまり両方とも6分の1公式で瞬殺できるはずのものやんな。で等式作った方が絶対に楽やん。いや数学ってやっぱり基本は面倒くさがりじゃないとダメなんですよ。ここの面積を頑張って、いやこれぐらい積分やって頑張って足すよっていう感覚やぞ、どつもはまるでしょ、ね。今回は全体の面積を半分にしたものがここの囲まれた部分の面積、しかもどちらも瞬殺で求められるっていうところを意識しましょう。こういう戦略図を持っていればいいかなと思います。しかも、この感覚だけ持っておいてください。もう喋ることあんまないです。じゃあ行きましょうか。さっさとこの交点欲しいですね。ここの交点欲しい、積分するから。だから y イコールマイナス x 引く6っていうのと mx の交点求めておきましょう。交点求めておきましょう。ややこしくなるかもしれないから覚悟は必要やけども、交点求めておくとこうですね。ってことでこれ、はい、汚くなるなと思って避けるパターンちゃうね。因数分解普通にできるよね。よって x は、ああ幅も0か、0と6引けるんですね。というふうに解がきれいに出てくるから、これ解と係数使うパターンちゃうねん。これで式できたよ。あと頑張ろうよってことやけど、どちらも6分の1本式が使える。もうやっちゃうね。6分の1。括弧ベータ引くアルファの誕生終わり。イコール2分の1かける6分の1。括弧ベータ引くアルファの誕生。したがって6
こっちに書きようか。ここもね、ちょっと計算手間取るみたいなので、今まで教えてきた子どもたちが皆さん手間取っていたので、少しだけ意識してください。どんな意識をしてほしいかというと、ごめん、1点だけでここだけしか意識せんでええわって言ったけど、書いてて思い出したのは、ここから計算できないやつが続出するので、そこだけ紹介だけしておきますね。特に計算に自信がない人、あのね、これをね、展開したら負けです。で、展開しようと思いそうだなって自分で思う人だけ意識しておいて、これ展開したら負けです。何してほしいか、3条項、3次関数なんだから、プラスマイナスの符号も一緒ですね。裏まで出てこないんですけど、これ大丈夫かな。 x の3乗イコール8って解いたら x イコール2と、虚数解ができるんですね、うん、ですよ。つまり2や、これ実数の範囲で解いたら虚数解残る、解ける、これ解いてみようと思ったら、まあ、こっちが解の公式使ったら x イコール a 分のマイナス b 半分、プラスマイナス b 半分2乗マイナス s で虚数解です。こっち側から解出てきますね。こっち側しか出てこないです、うん、ということで解1個や確定です。確定3次関数3乗イコールこにあるのが1個、1個しか解出てこない。ということで 6xm は3乗根の108、3乗根に108って何じゃい、6×10×8ということは、こいつ 6×6×3 ということは 3×3×3×4 ということは 3乗根4立ててきますね。こうですね。はい、したがってです。したがって m イコール3の3乗に見えたら負けやから、3乗根は肩の上に、そうですね。じゃあ問題を読みます。求める面積は楽に求めなさい、楽に求めて方程式立てなさい。これ1点目、立てた後6分の1公式どうせ使うの分かってます。それが楽な求め方だから6分の1公式使います。6分の1公式使ったら絶対3乗の形で方程式できます。3乗の形を展開したら負けです。展開したらこの方程式解けるやつは世の中になかなかいないです。展開したら解けなくなる、迷宮入りです。解が分からなくて困ります。だから3乗で因数分解できてる状態やと思って解かなあかんですね。